艦対艦ミサイルは艦船から発射される対艦ミサイルのこと。対艦ミサイルはまず空対艦ミサイルとして実用化され、第二次世界大戦末期にはドイツ空軍が実戦投入していたほか、アメリカ海軍でも開発が進められていた。一方、その艦載化という点ではソビエト連邦が先行しており、まず単射程の P-15 を先行して開発し、 1959年よりミサイル艇に搭載して配備を開始した。また、翌1960年には250回りという長大な射程を誇る P-6 が登場し、こちらはアメリカ海軍の空母任務部隊への対抗策として潜水艦やミサイル巡洋艦に搭載された。これに対し、アメリカ海軍では 当初艦対空ミサイルで対艦兵器も兼用する方針であり、また対戦中に建造された放送型巡洋艦などの強力な艦砲が多数残っていたこともあって、艦上発射型の巡航ミサイルはまず対地用の戦略兵器として配備された。一方、西側諸国の中でも周辺諸国に対して海上兵力で劣勢にあった北ヨーロッパ諸国やイスラエルでは早くから 艦隊艦ミサイルに着目しており、1966年にはスウェーデンが RB08 を、また1972年にはイスラエルがガブリエル、ノルウェーがペンギンを配備した。1967年にはソ連から提供された P-15 ミサイルを搭載したエジプト海軍のミサイル艇がイスラエル海軍の駆逐艦 a ーラートを撃沈する事件が発生し、 西側諸国に SSM の脅威を強く印象付けた。続く1973年の第四次中東戦争では、イスラエルとシリアのミサイル艇同士の交戦が発生し、海戦のミサイル化を象徴する戦闘となった。これらは、艦上発射を前提として開発されたものであったが、その後はハープーなど ASM と共通化した SSM が主流となっていった。また、 当初は単に小さく高速であるというだけで溶撃を避けることができていたが、水上艦の側でもミサイルの脅威に対抗するため、電子攻撃や CIWS など、対艦ミサイル防御の技術を発達させていったことから、後にはミサイルの側でも、超低空飛行やレーダー反射断面積の低減によって敵からの探知を避けたり、超音速化によって、 溶撃のための余裕を与えないようにしたりといった策を講じていくことになった。なお、対艦ミサイルでは、水上艦を標的とするために、遠距離からの目標の探知、捕捉に困難が伴うが、特に SSM では発射プラットフォームも水上にあり、自ら目標探知、捕捉できる範囲が限られるため、電波水平線イエンの敵との交戦が問題となる。このため、 ラタキア沖海戦など初期の SSM による光線はいずれも比較的短距離で戦われており、またエグゾセ SSM の初期モデルが開発された際には、その発射プラットフォームとして想定されていた小型艦艇のレーダーや電波探知装置での探知距離とマッチする程度の射程距離で良いと考えられて、あえて遠心は試みられなかった。これに対し、 初期から遠距離攻撃をも施行していたソビエト連邦では航空機や衛星による ISR システムの構築を図っていたほか艦自身も簡易的なアスレーダーを搭載した。また、NATO 諸国でも後には SSM の射程延伸を図るとともにランプスなど艦載ヘリコプターによって目標を補足する体制を整備した。アメリカ合衆国イギリスイスラエルイタリア。 韓国スウェーデンソビエト連邦、ロシア台湾中国日本ノルウェーフランス。ありがとうございます。